耳で読む。バガバッドギータ。7。知識と経験。危機物語。スリー・クリシナ。心のすべてを私に捧げてヨーガを行え。私だけを頼みとせよ。そうすれば、汝は、疑惑の影もなく、私の実在のすべてを知ることができる。実現につながるこの知識を、すべて汝に与えよう。これを知れば、この世の中でそれ以上に知るべきものは何もない。誰が、その完全なる自由を、求めようと努力するのか。おそらく、幾千人の中の一人、自由を求める者の中で、私の存在を本当に知る者は、ただ、一人あるに過ぎない。私のプラクリティ、宇宙を作っている基本的な要素は、気、水、火、風、エーテル、心、知性、自我の8成分からなっている。この背後に、これとは、別の、万物の意識の原理、万物の生命の源泉があることを知れ。これが宇宙を支えている。私に結合した。この私のプラクリティ。万物の母体を知れ。私は、この宇宙の根源であり、この宇宙の終末である。私より高いものは何もない。真珠が糸に連なるように、私が万物をつないでいる。私は水の味である。太陽と月の光である。ベーダの声音、オームである。エーテルの中に鳴り響く音も、人間の生気も私である。私は大地の方向であり、火の光であり、全生物の生命であり、苦行者の苦行である。私を万物の永遠の種子と知れ、私は賢者の知恵であり、好奇の公園である。私は情欲と渇望を超越した、強者の力である。私は法にかなった願望である。サトバ、全性、ラジャス、同性、タマス、惰性である万物は、すべて私から生まれることを知れ。万物は、私の中にあるが、万物の中に私はない。全世界は、この三つのグナ、精神界と物質界を構成している三種の因子の現れである感情に惑わされる。私の存在を世界が認めないのは、このためである。私は、このすべてを超越し、不滅である。グナからできている。この私のマーヤーを、超越するのは難しい。しかし、私だけを信頼する者は、このマーヤーを超越する。悪事を働く者、妄想に惑う者、下劣な者、彼らは、私の元に来ない。彼らは、マーヤーに分別を奪われ。人間の心を忘れて、悪魔の心に変化する。善良な行動によって清められた者の中で、四種類の人間が私を礼拝する。悩む者、知識を求むる者、富を求むる者、分別のある者である。この中で分別のある者が最も優れている。彼はいつも私と一体である。彼は、いつも私に忠実である。このようなものを、私はこよなく愛しているし、彼も私を愛している。彼らは、確かに皆、好奇である。しかし、分別のあるものを、私は、私自身と見る。彼は、一人、私を愛し、私は、献身的な彼の心の、最後の、唯一の目標であるから、多くの誕生を経て、彼の分別は円熟する。彼は私に身を寄せて、ブラーマンが一切であると知る。このように、偉大な魂は稀である。世俗的な欲望に分別を引き裂かれた者は、生来の衝動に駆られて、様々な儀式や礼拝を行い、多くの神々に訴える。しかし、どのような神を礼拝しようとも、私は、彼に不動の信念を与える。私が
彼に信念を授ければ、彼は神を礼拝し、彼の願いは、すべて神から与えられる。これが私の慈愛である。しかし、私欲の浅い者は、無情なる者だけを祈願する。では、天の住人を礼拝する者は、デバに行く。私を礼拝する者は、私のもとに来る。無知なる者は、非権限である私を、権限した者と考える。ブラーマンと一体であり、不変無比の私の本性を、彼らは知らない。私はマーヤーに覆われて、多くの者には私が見えない。妄想に満ちたこの世界には、不生不変の私が見えない。アルジュナよ、私は過去、現在、未来のすべてを知っている。しかし、誰も私を知らない。すべての人間は、生まれた途端に、この相対界が真実であるという妄想に陥る。この妄想は、彼ら自身の欲望と憎悪から生まれる。しかし、悪いカルマが消えて善を行う者は、相対界の妄想から解放される。彼らは、制約を固く守り、私を礼拝する。人は、老化や死の恐怖から逃れようとして、私のもとに来る。こうして、彼らは、ブラーマン、アートマンのすべての性質、ブラーマンの中にある創造力を知る。私を、相対界や個人の性質、行動のすべてを司る神聖であると知る者は、死ぬ時にも、意識が私の上にある。この時、彼らの意識のすべてが、私と一体になる。